今回のリクエスト QJ YouTube はここ銀座アフロートリノからお送りいたします。アフロートリノは私たち代表女性4人が運営に携わっていまして、女性の目線からサロンを作り上げました。アフロートらしい技術として挙げられるのは、女性らしさを引き出すブローやアイロンワーク、デザインの良さを最大限に引き出すスタイリングにこだわっています。そんなスタイリングテクニックをビューティーガレージさんの協賛で一押しアイテムを紹介しながら披露していきます。今回担当するのは佐々木さんと田辺さんです。お願いします。今回のテーマは写真漏れ小顔10分スタイリング、2人でやっていきます。お願いします。お願いします。今日はよろしくお願いします。今から2人で、まあ、ブローと私がスタイリングで2人で担当していきます。よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ可愛くするんで、うん、まあ、楽しみにしててください。巻く前にいつもアフロートは必ずブローをするんですけど、今日使っていくドライヤーはクレイツさんのマグネットシリーズのドライヤーです。風量が素晴らしいからね。そしてね、熱も調節できるんで、撮影の時も小顔にするのが大事で、髪の毛を一個こう前にするとより小顔になるので、今からブローしていきます。昔ね、めちゃめちゃ直されたよね。何回直されたかわかんない。ブローのテスト全然受からなかった、うん、ここが今ちょっと前に行ったの、うんうん、分かりますかね。ここすごい大事なんで、で前に向けて、こっち側に比べるとすごいこの頬骨が隠れるんで、ここから巻いていくと一個ちっちゃく顔が作れるっていう、お客様には顔周りだけでいいんでブローすると気をつけてくださいって言うんですけど、前にちょっと引っ張ってもらってドライヤーを当てます。でそしたら髪の毛ってチョコレートと一緒なんで、冷めるときに固まるんですよ。なので3秒ぐらい冷ましてもらうと、こんなに小顔になります。トップと、この前髪のボリュームと、意外とこの耳横がポイントなんですけど、耳の2センチぐらい上を取って、ここにボリュームをつけます。これが使うのが、これアユンチェエアリーベールボリュームフィクサーです。これ乾いた髪にでも使える根元のボリュームを出すスタイリングなんですけど、今からこのボリュームを出したいところにつけます。かけます。本来であればなんかこのトップだったりとかによく使うんですけど、今日はここにもボリューム出したいので、うん、ま、ここに2プッシュぐらい使います。でドライヤーで温めて水分を飛ばして、また3秒、うん、よし、いくぞ。すごいで、ボリュームが出たのは下げれるんで、うんうんうん、一旦このままかぶせていきます。今ボリューム出したところをちゃんとやると、ここだけでふわっともうするんで、うんうん、これをトップもやっていきます。そしたら、はい、香りもいいんですよね、うん、いい、ね、いい香り、ね、使う香り、香りすごい、すごい、すごい、本当にすごい。ボリュームをまずはスタイリング前に出しておいて、これあと前髪の、私結構ここ大事で、うん、大事、こう潰れてスタイリングして写真を撮ると、うん、なんかやっぱりここって寂しくなっちゃうんですけど、ここが韓国のアイドルさんとかってめちゃめちゃふわっとしてるんですよ、うん、そこもボリュームを出します。ではもう一回いきます。右に流すんで、うん、若干左に根元を立ち上げます。おお、いい感じ。すごい。で、後で潰れるんで、このまま立たせておきます。出てこないぐらいボリューム出てるの、これ。で、しかも触った質感もね、めちゃめちゃいい。いいですよ。ちょっと、スタイリング自体があんま好きじゃない方も、なんか使って違和感ないぐらいの質感で。なかなかこんな重力に逆らうことないですよ。はい、アイロンでボリューム出す必要ないんじゃないかな。では今からスタイリングしていきます。今日使うのはマグネットヘアプロカールアイロン38ミリ使っていきます。さっきボリュームここブローでつけてもらったと思うんですけど、まあ、アイロンでもやっぱりつけといた方がボリュームは維持しやすいので、巻く時もボリュームの一番出したいところから、まあ、位置で言うとお顔のこの本当3等分した時のこの真ん中に来る、まあ、耳の高さぐらいにアイロン入れて、ここからボリュームつけていきます。ここで熱しっかりやってて、で毛先を軽く抜く感じで
でも多分やっぱりさっきあの、ね、ブローでボリュームつけてるからもう簡単につけますね。めちゃめちゃこれで1回で作ってこの形になればこれでいいんですけど、まあ、例えば、まあ、もう少し動き欲しいなとか髪の毛のなんかふんわり感欲しいなって時は表面だけ薄く取ってもらって同じ巻き方でいきます。ここも耳の高さぐらいからで表面の方が軽く通すぐらいであんまりきつくならないようなイメージで巻いていきます。かわいい。まあ、簡単に説明すると後ろも前と一緒で表面とその下の部分の毛束は全部持ってもらってで外羽にする時のポイントが、まあ、くびれヘアってここのくびれを作って顔周りだけじゃなくて後ろのこの襟足の髪の毛結構大事でここが首に沿うことで、まあ、首が細く見えたり長く見えたりするポイントになってくるので後ろの外羽も毛先だけじゃなくて真ん中ぐらいから大きいワンカールで外羽作るイメージでなんか毛先だけ巻くっていうよりかはゆっくりアイロン通して大きなカールで襟足が巻けてないとやっぱりなんか巻き残しに見えちゃったりとかちょっとだれて見えちゃうポイントになるので襟足はしっかり巻きます。で毛量が多い方はこの下の部分ここの下の部分がやっぱり肝心なのでここもう一回巻きます。で後ろはまあ、いろんな巻き方あるんですけど簡単なのはもう表面レイヤー入ってるパターンの時は大きくワンカールこれだけでも馴染むのでこんな感じでさらっと通すぐらいで大丈夫です。で反対側も同じ感じでいきます。写真に撮った時やっぱ映えるよね、うん、この大事だねボリュームって根元の顔周りはちょっとアイロンを一回変えて可動クオーラのストレートアイロン使っていきます。なんか挟みやすいしここのフィット感も強いの で前髪今日はここで分けてちょっと流す感じで作っていくのでまあ前髪のアイロンのポイントって本当に強く入れすぎないこと本当にまあこれ難しいんですけどなんか毛先だけカクンってなっちゃうとやっぱりあんまり可愛く見えないのでさらっと通すぐらいでいきます。触れるみたいな感じだよね。そうなんか髪の毛に熱が触れるみたいな。前髪ってアイロンで熱通した後に指でこうやって流したい方向にそっと置いてあげるとこう綺麗に冷ます感じで流れるので意外と一回通して何回も通さない方が失敗しにくいですよね、うん、皆さん苦手なねここの前髪とサイドバングのここがやっぱり皆さん苦手な部分ってよくお客様にも言われるんですけどここは前に引いてもらいます。横でこうやって外に巻いちゃうとここ跳ねちゃうのでさっきの前髪と同じように前に毛束持ってきてもらってこれも結構根元の方からアイロン入れてさらっと通したら流したい方向にそっと置いてあげるこのぐらいで大丈夫です、うんうんうん、ここはなんかストレートアイロンでいくパターンとカールアイロンでいくパターンの方はまあ2種類あるんですけど、まあ、今日後ろ巻いてるのでここはカールアイロン先ほどのクレイツのマグネットの方でいきます。ここもアイロンは変わるんですけど巻き方は一緒です。一回前に引いてもらってストレートアイロンと同じように一回熱を通すで一度熱を通したら今度アイロンを縦に入れてもらってこれも毛先だけ巻くっていうよりかはアイロン通すストレートアイロンみたいな使い方でここもアイロン通したらここにそっと置いておいてくださいアイロン通した後にちょっと軽くフォームとかで整えてもらえると綺麗になります。反対側も同様で前に引いてアイロン軽く通してからでこの時にまあ短い髪の毛とかちょろっと出てくるんですけどこういうの一緒に変に巻いちゃうと後ついちゃうのでこういうのを置いといても大丈夫です。でアイロン縦に入れてもう一番大事なのは熱を入れすぎないことですね。例えば今ちょっといい例なんですけどこういう風に跳ねちゃう時ってあると思うんですけどこれ直す時のポイント跳ねてるとこのここの位置で内巻きしてあげます。すると直ります。そうこれ結構多分なる方多いので確かに、まあ、いいポイントかなとなりますね。こんな感じです。かわいい。でここからスタイリング剤つけていきます。髪質によって使うスタイリング剤ってたくさんあるんですけど、うん、今日のモデルさんはストレートヘアでどっちかというと巻きも持ちにくくてサラッとしてる髪質なので、まあ、合わせてスタイリング剤つけていこうと思います。今日はアユンチェエアリーベールカールクリーム
使います。なんかこれ本当にあの髪の毛スタイリングした後のなんか表面とかがすごい動きやすくて、使う量はこのくらい、まあ、足りなかったらちょっとずつ足していくイメージで、ハンドクリームみたいにさらっとしてて、多分スタイリング剤があんま好きじゃない方も使いやすいかなと思います。内側からつけていって、で中間毛先、手に残ってるのでお顔周り、目元のボリュームのところ、さっきブローからいろいろつけてはいるんですけど、スタイリング剤も上からちょっと軽く重ねる感じでつけてもらって、で、まあ、ちょっと髪型整えながら最後にちょっと前髪つけていくんですけど、前髪は先ほど あのスタイリング剤と同じでもいいんですけど、まあ、よりこだわるのであればちょっとスタイリング剤を変えることも結構多いんですけど、今日は9のデザインドロップ使います。これめちゃめちゃお客様に大人気、うん、めちゃめちゃ大人気、これもう爆売れです。夜に、ね、なっても全然ベタベタしないから、そう本当にベタベタしない、これめちゃめちゃおすすめ、どのレングスでもね、うん、使えるから。で前髪はなんかこんな感じで1回出してもらったら、これを伸ばして手で全体につけるっていうよりかは指先で持ってもらって、例えば毛先だけちょっとつけてあげる感じ、根元をつけちゃうとやっぱりボリューム、さっきまで頑張って出したのもスタイリング剤の重さとかで持ってかれちゃうので、できるだけ質感だけ調節する感じで、こんな感じで一回毛先だけつけてあげます。でつけたら一回ちょっとコームだったりとか、まあコーム使わない方もいらっしゃると思うんですけど、一回整えます。どのスタイリング剤がお気に入りですか、田辺さん。私も最近この長さでレイヤー入れたんで、うん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 、これが結構好きです。オージス G オース A です、うん、ジェルっぽい感じで出てるんですけど、意外とつけるとベタベタするかなと思いきや、ちょっとドライな質感になって、うん、バリバリにならないから、このレイヤー入れた時の動きがすっごい出て、うんうん、このまんまキープしてくれるんで、私はこれ結構お客様が、ね、喜ばれます。なんかつけた後に、うん、すごいみたいな、ここをキープされてるんだって言って喜ばれます、うんうん、で今からちょっと形がある程度整ったのでスプレーを使っていこうと思います、はい。まあ、今日はもうある程度ついてるので本来だったらいらないかなとも思うんですけど、まあ、プラスで本当に1日お出かけとかで持たせたいんだったらこれめちゃめちゃいいんですけど、これもすごい、資生堂のステージワークスパウダーボリュームエア、なんか中でね、そうパウダーが多分入ってるんですけど、例えば今から使うところってこことか前髪の根元、まあ、いわゆるなんかお写真の時とかにボリュームが欲しいところに使うんですけど、ここをちょっとこうやって持ってあげてボリューム欲しいところにさーっと使ってあげると、もうパッてそのまま固まってくれるので、これそうめちゃめちゃ良くて、まあ、例えばこれがお客様じゃなくて美容師さんが撮影の時とかも表面こうやって多分こういう毛束とか出すと思うんですけど、こういうところもこんな感じで持って引き出して使う感じで、でここでキープできるのでめちゃめちゃこのスプレーも優秀です、うん、撮影の時大事だよね、うん、ここのしかも固まりすぎるともう動かせないから、うん、やっぱこれぐらいの質感だと、ね、そうもう一回作れて、そうつけてもなんかこうやって指で毛束広げられるし、このスプレー本当に優秀ですね、うん、もう一個おすすめのスプレー、シュワツポフシルエットエアワックス、まあ、今日はモデルさん的には多分このスプレーじゃないんですけど、このスプレーのいいところはストレートヘアとかロングで韓国の大きい緩く巻いてるくびれヘアとかで、あんまりスプレーで指が通らなくなるのが好きじゃない方はこれがね綺麗に見えたりとかするよ、ツヤも出てスプレーなんだけど手ぐしもいくらでもできる感じのスプレーなので、これもおすすめですね。ボリュームが、うん、ボリュームがすごい出してるからね。なんか小顔のポイントって結構私の中で今流行ってる部屋ってここ空いてるじゃん、なんか、あ、分かる、でもちゃんとこの頬骨のとこがここの髪で隠れてて、うんうん、でここにボリュームでキープされるから、よりここの V ラインが結構ここって気になるよね、うんうん、気になる、そこが意外と綺麗に見える、でここ首も隠れてるし、うんうんうん、いいね、かわいい、かわいい、タイミング終了です、イエーイ、ありがとうございます。